大森正助5月11日体は、日本の裁判官、弁護士、民法学者。君党は、随法大事賞。八重洲法律事務所所員、第1東京弁護士会所属。内閣法制局総務主管、内閣法制局第2部部長、内閣法制局第1部部長、内閣法制次長、内閣法制局長官、ソニー株式会社監査役。 国家公安委員会委員、第一生命保険相互会社監査役などを歴任した、兵庫県出身の裁判官である。岡山地方裁判所、大阪地方裁判所、東京地方裁判所で判事を務めた。後に法務省に出向し検事となり、民事局にて第二課の課長や参事官を務めた。さらに内閣法制局に再出向し、 総務士官を経て、第二部や第一部の部長を務めるなど、要職を歴任した。1992年には、内閣法制次長に就任した。1996年には、大井寺高夫の公認として、内閣法制局長官に就任し、第一次橋本内閣から小淵第一次、改造内閣にかけて、同職を務めた。退職後は弁護士登録し、 第一東京弁護士会に所属した。また、ソニーや第一生命保険の監査役なども務めた。1937年5月に生まれ、兵庫県にて育った。灘高等学校を経て、京都大学に進学し、法学部にて学んだ。なお、在学中に、司法試験に合格している。1960年3月に、京都大学を卒業し、同年4月より、 司法収集制となった。1996年1月11日、総理大臣官邸にて第一次橋本内閣の閣僚らと1962年4月、判次補に任命された。京都地方裁判所、秋田地方裁判所対局支部、秋田地方裁判所、東京家庭裁判所、岡山地方裁判所などで判次補を務めた。百七十二年四月、 判事に任命された。岡山地方裁判所、大阪地方裁判所、東京地方裁判所などで判事を務めた。裁判官としては民事事件、刑事事件、家事事件、少年事件など幅広く担当した。その後、法務省に出向して検事となり、1978年4月に民事局の第2課にて課長に就任した。1982年4月には、 民事局の参事官に就任した。さらに裁判所に戻ることなく、そのまま内閣法制局に再出向することになり、1983年11月に内閣法制局の総務士官に就任した。1985年11月には第2部の部長に就任し、1989年8月には第1部の部長に就任している。 1992年12月、内閣法制次長に就任した。1996年1月、大井田隆夫の退任に伴い、第一次橋本内閣にて、内閣法制局長官に就任した。以来、小淵第一次改造内閣に至るまで、内閣法制局長官を務めた。1999年に弁護士登録し、第一東京弁護士会に所属した。さらに、 ソニーや第一生命保険にて、監査役に就任した。なお、2000年から2002年にかけて、東京家庭裁判所の家事調停委員を務めていた。また、度重なる、警察不祥事を受けて発足した、警察刷新会議にて委員を務め、2003年には、国家公安委員会の委員に任命された。その他、2000年から2007年にかけて、早稲田大学法学部にて、 客員教授を兼任した。ライフワークとして民法、身分法、戸籍法の研究に取り組んでおり、民法学者としての顔も持つ。身分法、戸籍法を研究するようになったのは、最高裁判所家庭局付判事法として、家事事件を担当したことがきっかけである。その後、法務省民事局に出向した際には、戸籍を所管する第二課の課長も務めている。 また、早稲田大学法学部では客員教授として教弁をとっていた。ありがとうございます。